パリ五輪女子初日7日、ル・ゴルフ・ナショナル、フランス、6374YD、パー72。画像、短パンがめっちゃ嬉しい石川亮さん、山下美優は初出場となるオリンピックの舞台で、いつもの試合とは違った雰囲気を感じたと振り返る。日本の国旗を手に声援を送ってくれるギャラリーが目立つあたり、メジャーともひと味違う空気の理由。 それがすごく力になって嬉しかったと笑顔で感謝する。前日の練習では硬く仕上がってなかなかボールを止められなかったグリーンが水を撒いた影響もあって一気に柔らかくなった。一転したコースコンディションにも冷静に対処してチャンスメイクし、1アンダーで迎えた折り返しの9番、パーゴで大ピンチが訪れた。ギャラリーの声援を力に変えてプレー、1W ショットを左の池に落とすミス。 それでも、立て直しが完璧だった。ドロップする場所が少し左下がりのライとなる中、3打ち目をアイアンで刻んで 85ID を残し、ウェッジで2メートル弱に絡めた。シビアなパーパッドも真ん中から沈め、あのホールはマネジメント通りというか、思っていた感じで打てて、しっかりパーが得れた、とうなずくプレーだった。気を良くして入った後半、再三の好機を仕留めきれなかったのが少し悔しい。 タッチが合っていた印象がある一方カップを一筋それるシーンもありなかなかパッドが決まらずっていう感じでしたと話すミスもあったがフェアウェイキープ率 78.57%14 分の11はフィールド2位タイ最終18番パーゴは浮島グリーンの右手前ピンセカンドを刻んで3打目勝負でも池が気になる中途半端な距離を残す 近くて広い左サイドに2ンしたが、30メートル近いイーグルトライが右に流されて3パットのパーで終えた。71で1アンダー7位発進、一つ前の組で大歓声を浴びながらスコアを伸ばした開催国フランスのセリーヌ・ブティエは7アンダーと抜け出したものの、2位とは3打差、メダル圏内の3位タイとは1スタート